こんにちは、マツです。キョンです。マツキョンです。慣れてきました、これも。慣れてきた、はい。今日のテーマは、うん、今新築でお家を建てるんだったら取り入れていただきたいオプション1案ということでお話ししていきたいと思います、うん、はい。まあ、やっとった方がいいんじゃないのっていうことですね。そうですね、やっといた方がいいなっていうところです、はい。うん、早速本題に入りましょうか。そうよ。私、コンセントやっぱり追加オプションで人気なんですけど、うん、なるほどね。そうですね。あった方がいいかなと思ってます、うん、でコンセントって1個ね3000円とか4000円で付けられるじゃないですか、はいはい、でそれに対してのコスパがいいかなって言って、うん、暮らしのコスパがいいと思います。特にキッチン周りね。キッチン周りね、やるといいです ね、はい。やっぱり充電をどこでするかとか、テレビ見ながらする人はある程度ソファーの近くにあったらいいとかね。そうですね。あと居室ですね。居室の中でも適当に2個つけるんじゃなくて、やっぱ最初から家具の配置考えといて、うん、必要なところに置いとくと、うん、後からこのねタコ足で延長するってこともないので、うん、いいかなと思います。なるほど。収納の中も1個あってもいいですよね。うん、いりますね。ロボット掃除機が充電されるステーションがね、うん、欲しいと思います。松尾設計士の松尾さんが、いきみさん今からね自宅建てるんだったら洗面所に1個200ボルト入れときなさいって言ったんですよ、うん。なんでですかって。200ボルトって一番大きいリビングのエアコンとか200だけど、ほとんど日本の住宅ってあと100なんですよ。なんでそんなとこに200いるんですかって言って聞いたところ、海外行った時にねドライヤー1個買ってくるといいよって言われて、やっぱ100ボルトのドライヤーと200ボルトのドライヤーの威力全然違うらしくって、髪一瞬で乾くよって言われたんですよ。で、あ、それ聞いた瞬間も絶対やりたいと思って家建てる時は私は洗面所ドライヤーコンセントは200ボルトにしようっていうのは決めてます。まあ、女性はね、そうね、めっちゃ時間かかるんですよ。僕らみたいに髪ない人は大丈夫いやそんなこと言ってませんけどだから内輪でいいかもしれない内輪200ボルトでドライヤーなんかしたら髪バシバシになっちゃうじゃないですか。バシバシになるかわかんないですけど、やっぱあの潤いもキープしてくれる200ボルトってないんですかね。ちょっとドライヤー詳しい方募集してます、はい。もう一つ、この間ですね、リンナイさんのショールームにちょっと取材に行かせてもらった時に、はいはい、YouTube 動画じゃないんですけど、ね、うん、紙面で行かせてもらった時にあのウルトラファインバブルの実演させてもらったんですよ、はい。あれいいですよ。ガス併用のやつか。給湯器につけれるって言ってたから、うん、そうかもしれないんですけど、あの、うん、お湯のね張っててあのウルトラファインバブルっていうのを押すとファインバブルが出て、はい、ファインバブルとウルトラファインバブルがあるんですよ。まず違うんですよ、はい。で手をねその中で洗わしてもらったんですけど、ツルツルもちもちになりました。でよくなんかあのマジックで描いたのもこうやって洗ったら取れるとかあるじゃないですか。お風呂の汚れとかすごく取れるんですよ。お風呂掃除いらない。そうなんですよ。かもしれませんけど、リンナンさんのやつは温水だけなんですね。あ、そうなんですか。そう、水はダメですよ。なるほど。で、何なんですか。水のも OK なのもある水のもどうやって言われてます。水の OK なやつもあるんですよ。あ、そうなんですね。あのポンプの先にバーンとつけてそのまま水道に出るやつありますね。そうすると家中の全部のお水がウルトラファインバブルになるって。もちもちなんですよ。もちもちになるのはいいんですか。田村が言ってるのは。いや、それはもう肌は綺麗に越したことないでしょうね。結構ツルツルですもんねファインバブルはないですけどね、うちは。別に洗顔が塗りたくったらいいんじゃないですか。洗顔塗りたくったらツルツルになるぞ。本来の肌からのあれとはちょっと違うんちゃいますか。けどつけてるだけでこっちとこっちともちもち感違うってすごくないですか。すごいです、うん。けどあれカートリッジ定期的に変えなきゃいけないでしょ。変えんでいいんですよ、それが。お水が入った時にスクリューでぐるーっとなって、そこからファインバブルがブワー出るんで。なるほど。なんかカートリッジとかじゃないんですね。カートリッジじゃないんですよ、もう、うん。それがなんかネジみたいになって、そこをトルネードみたいになって回ってファインバブルになる。直接設定でつけといたらめっちゃいいじゃないですか。ああ、そうです。だからおすすめなんですよ。家中の水がそうなったら洗濯とかも良くなりそうですね。確かに汚れが。ファインバブルの案件回ってますよね。回ってますね。いや本当回ってますね。マシゲも本当。トイレの流れそんな流れたらクローズ見てもなくなりそうですね。そうそうそう。家事の洗うのも汚れが落ちやすくなるし、もちろんトイレもやし、お風呂もやし、洗濯の洗うっていうのも落ちやすくなるっていうのはね、すべて理にかなっている。ナイス。チャンス。やっぱお料理も美味しくなるんですか。お料理はなるんかな。それは嬉しいでしょ、はい、そうか、はい。ただあの髪の毛の色も落ちやすいって聞いたんで、それだけ女子は心配かもしれませんね。まあ抜けやすいのは違いますよね。あ、それ違うと思います。あ、よかったっす、はい、使ってるんじゃないですかいや、それは落ちてるじゃないですか。あ、それで、ね、いやいやいや、おっしゃるよねおっしゃります ね本当にひどいわ
でやっぱり今からはもう電気自動車が主流になってくるっていうことで、はい、やっぱりコンセントいりますよね。 EV コンセント欲しいですね、はい、急速充電と普通の充電とあるらしいので、うんうんうん、急速充電の方が後々いいかもしれませんね、はい、それからやっぱり家事楽では欠かせないカンタク大人気、みんな知っとるわいって思うかもしれませんけどね、やっぱりいいですよ。この今の梅雨時期カンタク欲しいってなりますね、うん、これ使う人はもうやめれんらしいね。あのうちの実家がカンタくんほんと何十年も前から入れてて、ほんで雨の日とかだから実家に持ってくんですよ、うん、うちで今は入ってないんで、うんうんうん、でなんて一瞬でふかふか乾燥して、うん、匂いもなくカラッと乾いて、はい、もう最高だなと思いながら、あのふかふかがやばいね。いいですね。いや本当電気の洗濯機についてる乾燥機能もあるじゃないですか。ありますね。はい、なんかあの方が一発でできて便利じゃないですか、うん、そうですね。洗濯物の量とか時間の話しちゃうかなと思うんですけど、やっぱりガスより2倍ぐらい時間がかかるかなと思うんで、私結構3回とかねまとめて洗濯機をね回してしまうんで、そうするとこのあのこっちやったら次乾かしてこっち洗って乾かしてみたいな方がいいので、カンタ君が私は欲しいなとは思ってますが、まあ時間は大事ね。時間大事、はい、確かに 5,6 時間ずっと回してるイメージありますね、ヒーターのやつは。そうですね。だから1回でね洗濯物済む方はそれでいいんじゃないかなと思ってます。であと建てた後ではリフォームできない部分ですね、はい、あめっちゃ大事ね。そう、そこはやっぱり最初にお金をかけてほしいなって思います、うん、その部分っていうのが私はまず床面積ですよね。床面積後からあんまり変えられない、あと構造性の耐震ですよね、うん、そこら辺のことは、まあ、最初にやっておかないとやっぱり後から耐震リフォームとかも大変ですし、機密のリフォームもすごい大変なんで先に決断される方がいいと思ってます。工務店さんによったらいやいやもう耐震さんなんかいらないですよっていうと、まあないとは思うけど、まだねでもあるような気はします ね耐震1が標準ですよ、まあ、基準法がまずそれで OK なんで、うん、別に建てたらダメっていうわけじゃないんで、はい、もしかするとあるかもわからないですけど、もちろん家を建てるなら耐震さんのお家は建てほしいですね。そうですね、やっぱり地震大国ですんでね、はい、日本はそこはもうお金かけてでもやってもらいたいですよね、はい、で、はい、やっぱ標準が耐震1でもですね、オプションで耐震3にしてくれるんだったら私はいいかなと思ってるので、うん、最初がどうこうよりかね、うん、あの予防を聞いてくださるかっていうのもねぜひ気にしていただきたいと思います。そこは大事ね。でも地論耐震も大事なんですけど、うん、性能断熱、はい、断熱変えられない、ね、うん、これも大事大事ですね、はい、あとシーチなんかももう最初からやっとかないと、シーチこそ後から上げるのは大変かなと思います。いやもうセットでしょ。セットですね。断熱気密もセットで、やっぱり今立てるならやっぱ数字っていうのはねやっぱ気にしてもらいたいですよね。そうですね、はい、やっぱ UH も数値にこだわってもらって 0.46 はね、はい、はい、確保してほしいなと。秘密の市1って言われるものも 0.6 以下は最低でもね、そういったお家を建ててもらいたいですね。はい、そうですね、はい、結構建築業界ってこの性能関係ってここね数年で目まぐるしく変わったかなと思うので、もう10年前だったらあんまりなかった概念だと思うんですけど、もう今建てるならっていうところでいくと G2 グレードの基準っていうんですかね、ここはぜひ守ってもらえれば嬉しいですね。いや住み出すも全然違うもんね。違いますね、はい、でもうちょっと言えばサッシかな。サッシですね。サッシでだいぶね、はい、性能値違いますよね。全く同じ見えるサッシも、うん、実はめちゃめちゃ違うと性能がね、はい、今だったら、うん、リクシルさんで言えば TW、うん、YKK さんで言えば330、そうですね、欲しいですね。欲しいですね、はい、これもねここ数年でねやっぱりリクシルさん YKK さんもすごくいい商品出してますので、うん、はい、ぜひ採用してもらいたいなと思います、はい、なんか別に UH が 0.4 ピーからだったら家全体の断熱が保たれてるわけなんで、サッシが何かって関係ないんじゃないですか。もちろん数値は同じ 0.46 なんですけど、サッシが言い悪いで住み始めての体感温度もめっちゃ変わると思います。サッシが悪かったら UH 悪くなっちゃいません？悪くはなるんですけど、その分壁の断熱とか屋根の断熱を上げると、うん、結局同じ数値になるんですよ。確かに。けどこういうところに来ると、うん、なんか寒い冷気こっち感じるやんとかってなるんで、やっぱサッシはねめちゃめちゃ大事です。サッシって高性能じゃなくてなんかペラペラのやつの方がかっこいいじゃないですか。もう短パンガラスで枠も薄くて、いやもう結露しまくりっすよ。もうおしゃれの方がええと思ってますよ、はい、よくない、はい、よくないですね。サッシは大事、はい、今日はこんなテーマでお話をさせていただきました、はい、皆様の少しでも参考になれたら嬉しいです。これ特集してくれみたいなのありましたら、うん、ぜひね、ぜひコメント欄で教えてください、はい、コメント待ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。